タトラ KD ーータトラ KDKD ーーーータトラ KD ーータ,ーータトラはかつてチェコスロバキアの首都プラハに工場を有していた鉄道車両メーカー。1852年に設立されたリングホッファー工場が元になっており第二次世界大戦後の社会主義時代から2000年の破産までタトラカーと呼ばれる高性能の路面電車車両を世界各地へ向けて大量生産していたことで知られている。 この項目では、同社がプラハのスミーホフ地区に有していた工場を中心に開設する。19世紀後半、産業革命を受けて、ヨーロッパ各国には工業製品を製造するための企業や工場が次々に設立されていた。その中の一つが、ドイツ出身のフランティシェク・リングホファー通与によって1852年に設立され、 1854年から創業が始まった、プラハのスミーホフ地区の鉄道車両工場、リングホッファー工場であった。製造は、貨車から始まり、1857年からは客車など、旅客車両が、そして1876年からは、馬車鉄道用の客車や路面電車など、機動交通向け車両の生産にも着手した。工場は、高い実績とともに拡張を続け、 オーストリア・ハンガリー帝国における最も重要な生産拠点の一つに成長した。1909年に父のリングホッファースリーオの死を受けて社長に就任したフランティシェク・リングホッファー4与によって1911年に工場はリングホッファー家による家族経営から株式会社に再編され、第一次世界大戦期には世界最大の客車、貨車の生産拠点となった。 1918年にチェコスロバキアが成立して以降、リングホッファー工場は、モラフスコスレズスカバゴンカをはじめとする、同国各地の工業製品メーカーを吸収し、さらに規模を拡大した。1936年には社名をタトラ山脈にちなんだリングホッファータトラへ改めている。リングホッファー家が所有していた時代に製造された、 代表的な車両には、オーストリア帝国皇帝のフランツ・ヨーゼフ一世や、ルーマニアの国王向けの、おシ列車や、オスマン帝国のパシャ向けの高級客車などが挙げられる。また、地元のプラハ市電向けの車両についても1920年代の時点でそのほとんどが、リングホーファー工場制で占められるようになっていた。プラハ市電のタトラカー第二次世界大戦を経て、チェコスロバキアが、 東側諸国に属する社会主義国家へと変革される流れの中で、リングホッファータトラ社も国有企業となり、社名もタトラ国営会社に変更された。設立当初はプラハに本社を置き、国内各地に工場を所有する形で運営が行われていたが、1950年に再編が実施され、各工場が独立した国営企業として運営されることとなり、 スミーホフに存在した工場についても、タトラ国営会社、スミーホフ工場という社名に改められた。その後1958年に、これらの工場は再度、スチューデン化に拠点を置くタトラ国営企業協会にまとめられたが、スミーホフ工場については1963年に、同じく国営の鉄道車両生産企業であった、KD 社の一部門となり、社名も、KD タトラとなった。 国営カゴの生産の主力となったのはタトラカーとも呼ばれる一連の路面電車車両であった。これは1920年代にアメリカ合衆国で開発された高性能路面電車 PCC カーの技術をライセンス契約を結んだ上で導入した車両でリングホッファー家が工場を所有していた1930年代の時点で製造が検討されていたものの 第二次世界大戦の影響を受けて契約が調印されたのは1948年5月、チェコスロバキアが社会主義体制へ一貫する直前となった。その後、1951年から生産が開始されたタトラ T1 を皮切りに、スミーホフ工場は経済相互援助会議のもとで路面電車車両を東側諸国へ向けて生産することとなった。 中でもタトラ T3 は1万3000両を超える大量、生産が実施されたことで知られている。また、タトラカー以外にも1950年代から1970年代までは、客車やトロリーバスの生産も実施していたほか、タトラ電鉄線に向けて4 2 0 9号、軽電車の製造もいった。さらに1970年代には、プラハ地下鉄の開通へ向けて、 小規格の地下鉄用電車であるタトラ R1 も開発したが、こちらは計画の変更により営業運転に使用されることはなかった。1980年代には都市の中心部にあり、施設の老朽化も懸念されていたスミーホフからズリチーニへの工場の移設及び規模の拡張が計画され、1989年から創業が始まったが、 本格的な生産が開始されたのは、自公で述べる民主主義化やビロードリコンを経た1997年となった。ただしそれ以降もスミーホフ工場での路面電車車両の生産は継続された。チェコスロバキアの民主化やビロードリコンを経て、チェコの民間企業となった KD タトラでは、それ以前から製造が続いていた一連のタトラカーに加え、 超低床電車の開発にも着手した。一方で前日したズリッチーンへの生産拠点の移設に、加え、KD グループ全体の再編により1997年からは、KD プラハホールディングに属する企業となった。だが、民主化後は、KD グループ全体の需要が大幅に減少したほか、超低床電車の故障頻発をはじめ品質面にも、問題が多数浮上し、 1999年には70億5000万、コルナモの負債を抱える状態となり、従業員への賃金も支払えず、労働団体による抗議運動が行われる事態となった。その結果同年には、チェコ政府の国営統合銀行が株の過半数を所有する救済措置が取られたが、経営が改善することはなく2000年1月をもって、KD た虎を含む KD グループは破産した。 破産後、KD グループが所有していた工場や、車両のライセンスなど各種資産は、ドイツの充電メーカーであるシーメンスがチェッコに設立した、子会社の SKV へと7億5000万コルナで、移管された。その後もスミーホフ工場やズリチーン工場の創業は、続き、プラハチカ鉄向けの M1 系電車の生産が、KD タトラ時代から継続して行われたが、 スミーホフ工場は2002年に閉鎖されたほか、シーメンスによるチェコでの鉄道車両製造事業、そのものが生産能力の整理の一環で終了することとなり、最後まで残ったズリチーン工場も2009年をもって閉鎖された。その後スミーホフ工場は解体され、跡地にはショッピングモールが建設されている。一方、タトラカーをはじめとした車両のライセンスについては2003年に、 実施された審査によってシーメンスから SKD トレードへと継承されており、以降同社は各種車両の修理部品の生産を継続して行っている。タトラカーその他 SKD トレードの公式ページ、2020年6月17日閲覧。ありがとうございます。